スプ駅に着きました。かわいいパン屋さんある。パン屋さんでパンをゲットしました。だけでみんな絵になる。え、怖い。ライフル持ってる人たちいるんだけど。あの、見て、自衛隊みたいな。あ、ジェラート食べたい。ジェラート美味しそう。今日のホテルはこちら。めっちゃ広い。ルームツアーすごい。キッチンついてる。ここめっちゃ広い。ベッドもめっちゃ広い。乾杯。いざ来た。トマトソースが本当にフレッシュのトマトだよね。美味しい。マカロニとグリーンピースが入ってる。熱いかな。暑いかも。ミラノ大聖堂に行きます。見えてきた、あそこに。うわー、きっと大きいよあれ。すごいな。
となんだっけ。向かいます。これで3000円ぐらい高い。サンドイッチとチョコクロワッサン。酒全部飲みやすい。なんかさ、ワインってこんな美味しいの。なくなってきたけど。タコのサラダとイカスミパスタ、ラザニア。Thank you.
この橋めっちゃ急。わめっちゃ大きいね。よいしょ。1個が。食べたかったジェラート屋さんのアイス、マンゴーじゃない、パッションフルーツとダークチョコ。橋からの景色マルコポーロ空港に着いた。かわいい名前だよね、マルコポーロ空港。ベネチアから船で来ることができます。1人15ユーロです。
絶対うん、すごい。インテリアがおしゃれ。こっちはバスルーム。わあすごい。めっちゃ広い。2個もある。ティッシュがリボンになってる。あ、ミルクチョコレート。何がいい？へーい。昼マックにしました。歩き疲れちゃったね、ちょっと。え、やった、コーラビッグサイズだ。これっぽい、めっちゃでかい。わ、すごい。普通に。あれ？あれは何なんだろう。あ、大聖堂の中に入るやつ。あ、それが並ぶんだ。この列やばい。1時間くらい並ぶらしい、これ。いやー、めっちゃ並ぶ。ここ
は無料で見学できます。中に入れました。